今年はさらに、チーム数が増えまして150チームを超える募集がありました。で、皆さんには今日はすごい、チャンスがあります。まあ、それぞれのカテゴリーで勝ち残っていただきますと、日本のトップスプリンターが集まるね、チーム椿とチーム伊達店という日本を代表するチーム、そういうチームとですね、今日は走れるチャンスがありますので頑張ってほしいなと思います。アルバムに高校選手になりたいとは書いてたので、ずっと昔からそういう風に思ったのが、今こうやってやることがすごい幸せだと思うので、みんなも何かしら夢を持ってやってみてほしいなと思います。ありがとうございます。ちょっとみんなにも一緒にね、走ってもらいたいなということを考えています。ドキミス選手、アジア大会金メダリスト、よーいスタート。5レーン、伊達店スプリンターズ、江口くん、塚原くん、高平くん、藤光くん。ベリーブリで伊達店対クラブ。先頭は伊達店スプリンターズ、続いて創館高校 A、 正式なタイム出ました。1着は5レーン伊達店スプリンターズ、40秒45、素晴らしい記録でありました。皆さんもう一度大きな拍手をお送りください。